今回ご紹介するのは、女性の割合が少ないとされる研究者の世界において、異なる分野で目覚ましい活躍をされている2人の女性研究者。神奈川大学の横浜キャンパスと湘南平塚キャンパス。それぞれの研究現場から2人の研究活動をご紹介します。神奈川県平塚市の西に位置する神奈川大学湘南平塚キャンパス2号館理学部棟。ここに今回ご紹介する一人の女性研究者がいます。理学部科学科教授西本優子先生、分析科学研究のスペシャリストです。はい、何かものがあった時にその中に何がどれだけどのような状態で入っているかを知ること。例えばこの中に有害なものが入っているかとか、あとは役に立つものが入っているかとか、そういったものを測っていくという仕事だと思っております。西本先生の研究室では、水や空気をはじめ木炭や金属など私たちの身の回りにあるあらゆる物質をさまざまな装置を用いて分析しています。遺跡から発掘された古いお金などの出土資料の成分を解析するのも西本先生の研究の一つです。位置を合わせてセットします。セットしましたら、こちらの画面で測定場所を決めるという操作をしています。一番内側の丸の中の元素を測るというところ。出土物の中でお金ってたくさん出てくるんですね。測定をしてみると、時代によって、例えば永楽通宝とか開元通宝、開元通宝ってすごい古いんですけど、組成が違ってるとか、あとは本物かとか、本物か偽物かを、そういう成分で測定をするということもできるのが面白いかなと思ってやってます。砥石って昔のこう、昔もそうですね、日本刀とかは磨くもので、はい、これが江戸の末期ぐらいの時代のものから出土されたもので、分析データとか見ると多分一目瞭然で、はい、それをどう利用してきたかっていうのが分かれば、例えば京都での砥石が北海道に見つかったって言ったら、そこの間で交流があったなということが分かるし。炭になった真っ黒な2つのリンゴ、これは青森県と共同で行っている商品価値のないリンゴの新用途開発の研究です。青森ではリンゴジュースの搾りかすがものすごくたくさんできてしまう。ですので、その搾りかすの用途開発の一環として、それをまず最初は粉にして、このように固めていろんな形にしてから、私たちはそれを匂いを吸着させるということに使えないかというような形で共同研究をさせていただいています。で、実験操作はどうするかといいますと、こう削った跡がちょっと見えるかもしれませんが、こんな中に入れて匂いと一緒に閉じ込めてやって、匂い物質を吸着しなかった残りの量をガスクロマトグラフィーで測るという操作をして、吸着特性の評価をしています。研究の魅力、面白さってどこに一番あるんですか？全部全部ですけど、わけのわからない水ってたくさんありますよね。例えばいろんな企業の方だったり民間の方だったりされますけど、この水とっても不思議なんですよなんて持ってこられます。例えばこれを飲むと、とても2つ比べたらこっちがとても美味しいんだ、 でも見かけ変わらないし匂いも変わらないし、なんでだろうって測ってみたら、大体のものは同じだけど何かがちょっと違うよっていうのが出てきた時に、これが違うから、そのこの人はこれ美味しいって感じたんじゃないかなって分かった時にが面白いかな。犬も好きなんですか？大好きです。カレンダーの写真が多いんですけど、卒業生とか研究室の学生とかが自分のうちの犬を持ってきて写真を置いてってくれます。卒業生とすごく仲良くしていて、私のうちに来てもらってお食事を一緒にしてもらったり、あと学生たち、卒業生たちが集まる飲み会に誘ってもらったりそんな風なことをしております。そして先生って呼ばれるのがあんまり好きじゃないんですね。で、学内にいる間はしょうがない、あなたは学生だし、じゃあ私も仕事をしてる教師だからしょうがない、だけど出たら社会人として一対一として付き合えるようになりたいと思っていて、多分実行できてるかなと思います。
初めての長期研修だから、なんかこうアットホームな感じで一番みんなと仲がいい研究室で有名です。気づいたら月に1回は飲み会行ってたと、うん、やっぱ先生堅苦しくないし、でなんだかんだみんな絡むし、でそれでいてあの分析に関してもすごいスペシャリストで、特に2世とかだとあの飲み会の時 の作法とかそういったものもすごい教えてもらって、すごい尊敬できる女性だと思います。じゃあ追加のこれも、はい、ありがとうございます。私は基本的に男性と女性は違うものだと思う。私は研究する上で女性であることを生かした視点で研究していきたいと思う。身近なところ、生活に密着しているところみたいなものもありますよね。衣食住に密着しているようなところですとか、とすごい感性に近いようなところを大事にしたいなって。男性と同じことを考えて同じようにやるよりは、女性の視点を生かしていった方がより効果が上がるし、より世の中に役に立つことができるんじゃないかなと。分析科学研究のスペシャリスト西本優子先生、私たちの生活環境をより良いものにしていくために、女性的な感性、女性ならではの視点を生かし、今日も分析に励んでいます。神奈川県横浜市の中心部にほど近い神奈川大学横浜キャンパス23号館工学部棟、ここに今回ご紹介するもう一人の女性研究者がいます。工学部科学教室准教授岩倉泉先生です。中学生の頃とかに2リットルの水素と1リットルの酸素を混ぜたら水が2リットルできるよっていう話は聞いていると思うんですが、どうやってできるのか、いつ分子の結合が切れて、いつまた新しい結合ができて反応が進行していくのか、その様子を見たいと思って始めたのが今の繊維状態分光の研究で、分子の結合が生成したり切れたりする反応過程を直接見ること、これが岩倉先生の研究テーマです。岩倉研究室ではレーザー科学と計算科学2つの手法を用いて、そのテーマへのアプローチを試みています。レーザー科学とはレーザー光を用いて物質の性質であるとか反応の過程を計測していく一つの学問になります。例えばストロボ写真であれば100分の1秒とか1000分の1秒光るストロボを用いて人の目では見えない一瞬の一瞬の動きを撮影していきますが、同じように化学反応の実技感1000兆分の5秒とか1000兆分の10秒光るようなストロボを用いて反応に伴う分子構造の変化だとか分子の持っている性質などを光を用いて解析しています。こちらのレーザーはパルス幅が1億分の1秒のストロボ撮影ができるレーザーです。こっちからレーザーを出てミラーをはめて、ここの面に集合してここにサンプルが来るんですけど、ここで光を当ててサンプルから出した光をこっちの分光器で検出して撮影しています。で、計算科学は化学反応を追うもう一つの手法であり、コンピューターを用いて反応過程をシミュレーションしていく学問になります。理論計算というものを用いまして、その実際に今分かっているその化学反応のどうしてその結果になるのか、どうしてそういう生成物が得られるのかとかっていうその過程をコンピューターの中でシミュレーションして推測していくという研究をしています。やっぱり反応の過程を調べるっていうのがすごい他の研究室ではない魅力だと思っていて、そういう研究に関われていることっていうのはすごいなんか運がいいというか恵まれていることかなと思います。で、先ほどお話しした光を用いた光計測と計算を用いたシミュレーションを合わせることで反応機構解析をするとともに、やはり私は科学が好きで科学の面白さはものづくりにあると考えているので、
反応機構を明らかにすることで、今まで誰も考えていなかった新しい反応を開発したいということで、最近はレーザー光を用いた新反応開発にを試みています。賢いと思わない？それは絶対最後当たるから。何言うんですか？先生の印象はとにかくいつも元気です。ポジティブですね、はい。やっぱり研究ってある程度結果を予測してやる部分があるんですけれども、それにそぐわない結果が出た時もそれはそれでポジティブに受け止めて次のステップに生かしていくというふうにポジティブに考えて研究を楽しんでいくっていうことが一番学んだところだと思います。そうですね、その結構その岩倉先生が学生を結構活発にその学会に連れて行ってくれる先生で、で、まあ、これからは海外の方にも学会にも行きますし、そういういろんなところに行けるのは結構自分としてはいい経験になれるなと思ってます。学会はでも学会行くよって言うとホテルも飛行機も全部一緒でいいよって全部一緒に行動してますね。フレンドリーだなと思いますね。かなりこちらのことを心配していろいろ世話を焼いてくれる時もありますし、とても優しい先生だなと思います。先生の今の研究分野で女性の割合ってどうですか？結構少ないですか？かなり少ないですね、日本では。ただ昨年4月にブラジルの学会に参加してきました。でそのブラジルではこの物理有機化学と呼ばれる分野、実は女性の方がパーセンテージが多いんです。でやはり女性でも普通に海外に行くと研究やってるんだから、あんまり男女がどうのって考えないで対等に研究できたらいいなと思っています。今回ご紹介した理学部の西本優子先生、工学部の岩倉泉先生の2人の女性研究者、横浜キャンパスと湘南平塚キャンパス、それぞれ異なるキャンパスで異なる分野の研究に取り組んでいますが、共通しているのは先生も学生も明るくのびのびと研究に励んでいることです。この2人の研究室からあふれる和やかなムード、それは女性研究者ならではのものかもしれません。